ですね、かなりひどいメカノイズがしたんでギアボックスを開けてみました。ちょっとなんともないですね。旅先なんでね、困っちゃうんだな。そうだ、かかるかな。スターターギアが当たってますね。スターターギアが当たってるんでちょっと分解してみるかな。うっそー、こんな旅先で。ピニオンギアがですね、落ちないんだな。なくさないように。あちゃし。あちゃし。この辺までいい。これ閉めるバーですね。大丈夫ですね。これはいるね、バー。やけどしたな。あっし、あっし、噛んでますね。なるべくキックでスタートした方が良さそうだ。ちょうど運よくホームセンターの前に止まりましたんで軍手買ってきました。暑くてちょっと外れないですね、これ。あっち、しかも噛んでる。どうしたんだろうな、これ。ナイス、マジかよ。分解してみました。なんともないですね。ウェイトローラーも壊れてないし、スライドピースも割れてないし、壊れてないです。ちょっと熱すぎたのかな。連続走行しないようにちょっと気をつけて走ります。復旧します。とりあえず復旧してみました。ちょっとセルは怖いのでキックで帰ってみたいと思います。なるべく今日は、今回の旅はキックは使わないようにします。キックでスタートしてセルモーターを回さないようにして、なんとかこの2泊3日の旅を完結したいと思います。とりあえず旅を続けましょう。